はい、今回はね、楽天モバイルスーパー放題の検証の方やっていこうと思います。すでにね、映像の方が動いてるんですけれど、まあ、これには理由があって、すでにね、検証を開始してる状況になります。どんな検証やってるかっていうところなんですけれど、ここ最近ね、ルルカの動画では楽天モバイルスーパー放題の検証をいろいろやっています。いろいろな意見をいただくんでね、まあ、こうでもない、ああでもない。自分はこうやるとこうなっちゃうよみたいな。で、自分はこういう風に規制かかってますとか。まあ、いろいろな意見をいただくんで、まあ、そういうのをね、どんな感じになるのかっていうのを試そうかなと思って、いろいろと検証の方をしているわけなんですけれど、その中で多かったのがね、19時から20時台に関して、楽天モバイルスーパー放題の速度に規制がかかってるっていう話が結構ありました。実際のね、楽天モバイルスーパー放題の低速回線の規制がかかってるっていうのは、18時、19時になります。なので19時から20時に関しては基本的には規制がかかっていないはずなんですけれど、かなり多くの方から19時20時台に動画の方が再生できないって意見をいただきました。それこそ 144p でも再生できないみたいな。 144p で再生できないっていうことは間違いなくね、規制がかかってるレベルですよね。どんなに回線が悪い時でも 144p を割るってことはないと思うんで、なんですけれど、まあ、実際ね、ルルカがじゃあ試してみようかってことで19時から20時台の間に検証の方をしたんですけれど、まあ、その際にはね、 YouTube に関しても Twitter に関しても、まあ、TikTok はちょっと重さを感じたんですけれど、問題なく使うことができました。まあ、楽天モバイルスーパー放題の1メガならではだなぐらいな勢いで、まあ、その動画を上げたところ、今度はね、また新しい意見をいただきました。で、その内容なんですけれど、まあ、かなり衝撃的なもので、楽天モバイルスーパー放題に関して最初のうちはね、普通に見ることができるんだけど、ある程度の時間見ていると再生ができなくなってしまうみたいな、まあ、そんな意見をいただいたんですよね。そういうコメントだったりメッセージの内容っていうのが本当であれば、確かにルルカの検証ではそれを検証することができていないんですよね。なぜだったら、まあ、基本的にね、ルルカが楽天モバイルスーパー放題で調べるときって、一個の動画を見てみたいとか、Twitter とかをさらって流したときに、あ、普通に再生できるな、みたいな。読み込みするな、みたいな。まあ、その程度を検証して、まあ、楽天モバイルスーパー放題普通に動くね、みたいなことをやってきたので、まあ、長時間に関して楽天モバイルスーパー放題の低速回線、検証したことがね、ありませんでした。じゃあ、今回はね、実際に楽天モバイルスーパー放題を30分以上流してね、どういう現象が起きるのかをね、19時台に見てみようと思って、今すでにね、こちらに出ると思うんだけど、40分間流している状態になります。で、40分間流している状態で、現在の時刻が11月15日、金曜日の19時45分になります。金曜のね、夜っていうことで、通常の平日よりもさらに混み合ってるんじゃないかなと思われる時間帯での検証になります。実際今40分間再生してるんですけど、現在映ってる画面っていうのが、こちらですね。360p で再生されています。こんな感じですね。実際にね、先ほどから何回か 240p や 144p には動いています。ただし、それがね、規制かって言われると微妙なラインになっています。実際にね、画質が落ちたりとか、一瞬止まったりはするんですけれど、ただ、いただいてるコメントの内容からすると、全然再生できないだったりとか、画質が 144p に張り付いてしまうみたいなことがあったんだけど、そういうことはないんですよね。で、今実際画面のもね、360p でね、まあ実際に動いてる状態になるんですけど、再生としてはね、30分超えて再生していても、こういう感じで 360p とかで再生できる状況ではあるんですけれど、まあ、この状況で一応、なんか何らかの規制がかかってる可能性があるんで、速度のを見てみようと思います。多分ね、何もかかっていないと思うんだよね。まあ、時刻ね、ほらこんな感じ。19時47分って感じになります。金曜の夜っていうことで混み合っていて、多少は遅くなってるかもしれないんですけれど、まあ、スピードチェックやりますね。確かにね、速度チェック的に言うと遅くなってますね。もう一回いきますね。前回のね、動画、まあ、こちらの方にもね、貼っとくんですけど、前回、低速回線の速度規制時にも0とか出たんだけど、実際に動いたっていうことで、やっぱ速度チェックがちょっとうまく反応しないっぽいですね、楽天自体が。ほんの1分2分前まで YouTube の 360p が再生されていたんで、まあ、この数字ってことはありえないんでね、ちょっと速度チェック自体はうまく反応していないみたいですね。それではね、次は Twitter の方を起動してみようと思います。
待ってくださいね。上に行って、待って、一番上に行って。はい、今ね、ツイッターの起動しました。おー、ちょっと読み込み遅いかな？あー、普段よりね、ちょっと読み込み遅い気はするね。確かに。遅い気はするけど、これを規制っていうレベルかはどうかっていうのは微妙なラインですかね。本当に、それこそ、すげえ微調整で調整してるんだったらわからないですけど、そもそも楽天モバイルスーパー放題に関しても、上限が1メガっていうことなんで、こう前後は全然するわけなんですよね。っていうのを考えると、まあ、多少遅くはなってるんだけど、これって普通に、普段よりも、金曜のこの時間帯が混み合ってるから読み込みが遅いだけレベルじゃないかなと思うんだけど、どう思いますか？こんな感じになっております。確かにね、 YouTube 見ていると安定はしませんでした。 360p に張り付くわけではなくて 240p とか一瞬 144p になったり、それこそ一瞬止まりかけたりとかはあったりしたんだけど、まあ、結果的に 360p あたりで見ることができたりとかして、 Twitter もこんな感じです。速度アプリに関してはね、一切速度の方が出ていなかったっていうことにはなるんですけれど、ここ最近よくいただく意見で、楽天モバイルスーパー放題に関しては速度アプリに関してね、正しい数値出ないよって意見いただいたので、多分それが関係してるのかなと思うんですけれど、とりあえずね、速度チェック以外に関しては楽天モバイルスーパー放題こんなものかなっていう感じになります。楽天モバイルスーパー放題に関しても上限が一番上がね1メガということになっているので、まあブレっていうものはね普通に存在するし、混む時間帯、通常よりもさらに混む時間帯であれば上限の1メガが出ないっていうのは当然になってくるんで、実際のね数値で言えば500だったり600になってしまえば、これぐらいの使い勝手になるのかなって考えると、楽天モバイル側で規制をかけてるっていうにはちょっと微妙かなっていうのが今回の検証結果なんですけれど、皆さんいかがでしょうか。実際に40分ほど流した結果にはなるんですけれど、短期間でねこの19時とか20時に規制があるのであれば、先ほどの使い方で完全に 144p とかに張り付くのかなと思うんですけれど、まあそんなこともなかったので、あとね考えられる内容としてなんですけれど、それこそ1ヶ月単位とかね、そういうので使いすぎてる人に関しては19時台20時台とかにも規制が入るのかなみたいな、そういうね細かい規制っていうのは他にも考えられないことはないのかなと思うんですけれど、やっぱねその端末の性能だったりとか地域差の問題っていうのが大きいのかなという、別途で12時13時だったりとか18時19時以外に規制がかかってるっていうのはちょっと現状でのね判断材料では何とも言えないかなと思います。最近コメントだったりとかメッセージでいただく内容として、 Android だとまた変わりますよって意見を多数いただいています。まあもちろんねその iPhone と Android 違うと思う、当然だと思うんだけど、でなおかつ iPhone よりも Android の方がさらにスペック差っていうのは激しいと思います。iPhone に関しては Apple が全部ね作っている商品になるんだけど、 Android に関してはいろいろな会社さんが作っているものに Android OS が載ってるので、この幅っていうのはすごいあると思うんですよね。なので、まあ、そもそも Android だと変わりよではなくて、 Android 端末自体の性能のばらつきがものすごいので、そこでねすごいいろいろな意見が出てるんじゃないかなって正直思います。 Android の端末とかだとそれこそもう4年とか前の端末になったら、言い方悪いですけど使い物にならないレベルだとルルカは思っています。だけど iPhone に関しては iPhone6 とかに関しても使おうと思えば全然使えます。ハイエンド機であればまだ動くかもしれないけど、その当時にすでにスペックが低いものだったものに関してはまあきついんじゃないかなと、そういうところも含めてなので、 Android に関してもやってほしいって意見はあるのでね、いずれ Android に関してもやろうとは思ってるんですけれど、 iPhone に関して iPhone11 が最強スペックだよって話はしているんだけど、 Android に関してはそのスペック差っていうのがものすごい開くと思うので、ルルカがね持ってる端末ってそこまでハイスペックの Android 端末がないので、それがどのぐらい影響するのかっていうのはわからないんですけれど、それこそね端末差っていうのがものすごい勢いで出てくるんじゃないかなって個人的に思っています。今回に関しては19時から20時台の規制に関して、普通に再生すると規制はかからないけれど長時間見た場合に関して規制がかかるみたいなコメントをいただきましたので、まあ実際にね40分ほどね再生してどうなるのかっていうのを試してみました。検証結果はね先ほど言った通りな感じになっています。これに関してまあルルカこの時点で規制だよと思われる方がいれば規制だと思うんですけれど、個人的な見解としてはね、この程度では規制ではないんじゃないかなと思います。
そしてね、ここ最近ではよくあるコメントとしてね、もうお前の地域だけが特別だよみたいなことをいただくんですけれど、静岡に住んでるルルカに対してお前の地域が特別だよみたいなの言われてもね、かなり困ります。いろいろと検証やってる方々がいるんですけど、コメントくれた方の地域でやってる人がいればね、まあ、それが一番だと思うんですけれど、基本的には他県だったり他地域の人がやっています。そんなこと言われたらその人の地域に住んでる人しか検証できないってことになってくるので、まあ、それは無茶苦茶かなと思いますので、まあ、今後もね、あくまでルルカは静岡に住んでいて、自分の持っている端末 iPhone で言えば iPhone11 だし、 Android で言えば、まあ、ここ最近購入したのは Oppo Reno8 とかかな、まあ、その辺を使って検証っていうのをやっていくので、その辺の検証でもいいよっていう方であればね、今後も見ていただきたいし、それは納得できないよっていう方であれば、自分の納得いく方のね動画を見て、自分の思った通りになった人の検証を信じる、まあ、それしかないんじゃないかなと思います。今後に関してもいろいろ検証やっていきますので、まあ、こんなことやってほしいだったりとか、まあ、自分のね使ってる地域ではこんなだよだったりとか、まあ、その際にはね使ってる端末情報とかも教えていただけると助かります。コメント以外にもね、概要欄にツイッターのリンクの方貼っていますので、ツイッターからのねメッセージも大歓迎です。今後もいろいろな動画毎日更新で上げていきますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。